こんにちは、とことんアルビです。サッカー J1 アルビレックス新潟は今季初勝利をかけ、昨日ホームで浦和レッズと対戦しました。ただこの日も1点が遠く、最下位脱出とはなりませんでした。早く花開いてほしい。黒崎監督は矢野に代え、田中アトムを先発で起用。システムを従来の 4-4-2 に戻し、強豪浦和に挑みました。新潟は前半7分、今季初スタメンに燃える田中アトムが積極的にミドルシュートを放ち、ゴールへの執念を見せます。その4分後、スローインからのボールをマルシオがオーバーヘッド、最後は大島。これは惜しくもゴール右にそれます。前半を0対0で終えた新潟は後半3分、田中アトムがまたしてもミドルシュート。決定的な場面でしたが、これも枠の外。新潟は後半11分、矢野を投入し、さらに攻撃的布陣で臨みます。日本代表から戻ったばかりの矢野、J の舞台で結果を残し、何としても代表の座を勝ち取りたい。しかし遠征の疲れからか、いつものキレが見られません。すると後半28分、浦和阿部のゴール。後半36分にも阿部に決められ、2点のビハインドを背負います。何としても勝ちたい。大島の魂のダイビングヘッドは惜しくもオフサイドの判定。結局0対2で敗れ、またも初勝利はお預けとなりました。次節はアウェーで名古屋グランパスと対戦します。続いては BJ リーグ。3位新潟はホームで2位仙台と対戦しました。立ち上がり新潟は2試合連続スタメンの水町が絶好調。アウトサイドから積極的にシュートを放ち、スタートダッシュをかけます。するとベテラン長谷川が負けじとばかり得意のドライブイン。仙台ディフェンスを切り裂き、流れをさらに加速すると、エチェフが豪快にアウトサイドからねじ込み、第1クォーターだけで15点のリードを奪います。その後も主導権を握った新潟が仙台を圧倒し勝利。プレーオフホーム開催権のある2位浮上への望みをつなぎました。それではとことんアルビ、また来週お会いします。